そしたらですね、パブルボッカの、村クエさんのパブルボッカの倒し方っすね。視聴者の人っすね。視聴者の人に、まあ、モンハンガチの初心者なんですけど、パブルボッカが倒せんということで、はい。ちょっと説明していくんですけど、あいつの、クソ生意気なパブルボッカのね、ぶっ殺し方をやっていくんですけど、まずはですね、まあ、パブルボッカ狩りの下準備っすね。モンスターハンターはですね、もう情報戦っすからね。はい。ね。実力を、まあ情報と知識とね、はい、作戦でカバーしていく感じなんですけど、まあまず持ち物から見ていくんですけど、調合書ね、まず調合書。調合書持っていきます。まあ村クエさんだと多分調合書入門編と初級編ぐらいしかないと思うんで、まあこの2つ持っていきます。何調合するのっていうと、オータル爆弾ですね。こいつ弱点なんで、パブルボッカによく効くんで、こいつ持ってきます。で、3つしか持ってきてないんですよ。オータル爆弾3つしか持ってけないんで、まあ現地でね、はい。現地で、オータルと爆薬これ10個ずつ持ってきます。で、調合書1と2持っていけば、85%の確率で、オータル爆弾を作ることができるんですよ。まあ、残りの15%の確率で燃えないゴミになっちゃうんですけどね。はい。燃えないゴミは、まあ、ゴミなんで、ダメなんですけど。3つじゃちょっと足りないんでね。はい。できるだけたくさん爆弾使いたいんで、持ってきます。で、次。回復薬は、まあ、回復薬と回復薬グレードですね。まあ、せっかく調合書持ってくんで、蜂蜜を持ってって、蜂蜜と回復薬調合するとね、回復薬グレートにできて、回復薬グレートが、まあ、実質ね、20個持ってますよっていう感じの計算ですね。まあ、こんだけあれば十分、さすがに負けないんで、こんだけ持ってきます。で、あと、クーラードリンクですね。クーラードリンクは支給品で2個もらえるんで、まあ、3個だけ持ってきますね。まあ、全部で5個になるんで、5から十分、十分倒せるかなっていうとこっすね。で、まあ、爆薬は、さっきの調合のやつですね。で、砥石も、まあ、砥石もね、携帯砥石支給品でもらえるんで、3個では十分かもしれないですけど、まあ、足りないとダメなんでね。持ってるだけ持ってきます。で、ペイントボールも支給品でもらえるんですけど、2個じゃ足りない時もあるんで、時間かかってね。まあ、できるだけ持ってきます。まあ、50個もいらないんですけど、まあ、数個持っていきましょう。で、小樽と、小樽爆弾ですね。あと、蜂蜜もさっき言いましたね。で、肉焼きセットと生肉ですね。携帯食料でもいいんですけど、猫飯と携帯食料でスタミナ間に合うかもしれないですけど、まあ、時間かかると足りない時あるんで、肉焼きとセットと肉生肉、一応持っていきます。で、装備なんですけど、装備こんな感じ。これも、村上星3までだったら作れるはずなんで、これでも行くんですけど、まあ、どんな感じかというとね、アイアンソードに、ハンターヘルム、ハンターメル、ハンターアーム、ハンターホールト、ハンターグリグ。で、お守りは特に必要ないですかね。で、発動してるスキルが、砥石使用高速化。武器の切れ味が落ちると、パブルボッカあいつ硬いんですよ。めちゃめちゃ硬いんで、武器の切れ味落ちると倒せないんで、全然ダメージ入らないんで弾かれて。武器はよく研ぐと思うんでね。武器を研ぐ時間って結構長いじゃないですか。シャッ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 シャキーンって感じじゃないですか。ちょ、遅いんで、この砥石使用高速化ってのつけておくと、シャキーンってできるんでね。そんな感じです。で、ハンター生活。ハンター生活もこれ使えるんですよね。まあ、地図はね、まあ、支給品でもらえますけど、とりあえずは。肉焼くのが、お肉がね、普通に焼くとね、こんがり肉になっちゃう。あ、生焼き肉ってやつができちゃうんですけど、下手だと。これつけとくと、こんがり肉になりやすいんでね。つけとくといいです。防御は、まあ、このハンターメール一式ね、これ。3段階までは改造できるはずなんで、鎧玉とか使って。71まではなるかな。まあ、気休め、これは、まあ、防御力は気休めみたいなもんですね。で、装備。武器ですね、武器。武器これ、アイアンソードってやつ持ってます。
まあ好きな武器持ってきゃいいんですけど、まあ簡単なのはこれかな。でまあ簡単に作れるしね、お店でも買えるのかなこれね。でレベル3までは簡単に上げることができるんで、武器屋さんで強化してもらうと、これ切れ味がですね緑になるんですよ。黄色の状態だとパブルボッカーも硬くて全然切れないんで、絶対緑でやってくださいね。新米ハンターでも使える体験、さまざまなハンターに振るわれていた伝統ある一本ね。でさっきのここを見るとわかるんだけど、研ぎ師2って書いてあるじゃん、これ研磨種、これね、これを5個ね、5個をこのハンターメールスロットって書いてあるじゃないですか。ここにハンターメール、ハンターアーム、ハンターフォールドね、あとハンターグリープ、これ全部でスロット5個分あるんで、これ5個ともね、この研磨種ってやつつけるとね、研ぎ師2ってやつがつくんで、これ10まで増えると、10までつくと、こう、砥石使用高速化っていう、スキルがつくんで、これ作っとくと便利ですね。まあ、序盤はこれくらいしかつけられないんでね。僕はキノコ大好きは大好きなの。キノコ大好きよくつけるんですけど、あれはもうちょっと進めないと作れないんで。武器もね、まあ、体験が一番簡単なんで、体験持っていきます。本当はですね、僕、スラッシュアックスがめちゃめちゃ好きなんですけどね。スラッシュアックスで。めちゃめちゃ好きなんだけど。まあちょっとこれね、慣れるの難しいんでね。このアイアンソード、体験持ってきます。そしたら、はい、このゆくも村の可愛い受付嬢さんがね、はい。クエストを教えてくれるんで、はい、クエスト一覧、いでよってね。これか、サジオのテーブルマナーね。あれは樽の納品のため。二社をガタゴト鳴らし、旧砂漠を進んでいた時のことだ。背後から近づく五門に、俺が振り返った瞬間、二尺と樽は急せ、俺は宙を持っていた。あれは一体、バブルボッカのことだよ、みたいなさ。はい。ね、バブルボッカの両前足破壊か。サブターゲット。これはいいや。これはもう狙わなくていい。まあ、両前足はね、まあ弱点っちゃ弱点なんでね。狙っていきゃいいけど、そんなに難しいんで。あとね、料理はそんなに気にすることないんだけど、防御力小でもつけときゃいいのかなってとこですね。あ、そんなことないな。この体力増やしたいっすよね。どんな感じなんかな。多分最初そんなに料理ないと思うんで、この屋台の情熱まかない飯でいいと思います。これ食べとくと体力20増えるんでね。で、ここのソースも、まあ、あんまり気にしなくていいけど、この海苔醤油とかついてると、ワンチャン海苔が狙える。モンスターに乗っかって、攻撃のチャンスが出てくるんで、つけとくといいかなと。美味しそうっすね。力が溢れる味だった。猫の研磨術が発動。研磨術いらないよ。研磨術いらないよ。で、こうか。研磨術つくと武器の研ぎ時間が早くなるんだけど、もうすでに高速砥石ついてるから全く意味がない。っていうね。はい。そしたら始まったんですけど、まあ、地図と、これ支給品はね、もらえるだけもらってきましょう。これ、支給用オータル爆弾。これ強いんですよね。これ、通常のオータル爆弾より、強いんで、これ必ず持っていきますね。で、まあ、出たら、クーラードリンク飲むでしょ？あ、ちょっとカニさんが来る、カニさんが。カニさんをちょっとほっといて。で、携帯食料食べます。ね。美味しいっつって。ガッツポーズやとらんでいいってね。早速もらっちまうっていうね。だいたい7番にいるんだね、地図で言うとね。7番にいるんで、向かいますね。あ、音爆弾あった方がよかったかな。まあいいや、音爆弾。ね。
で、これね、なんか煙が出てるじゃん。こいつがそうなんだけど。で、まず一発目。ここでタメさん切りね。てやーつってね。あーミスった。ミスった。タメ2ぐらいにかかったね。まあ、すぐボ、あの、武器しまうでしょ。で、ペイントボールつけます。はい。で、こう来るから、まあ、先に、オータル爆弾準備しておきますね。最初の一発目は普通のオータル爆弾ね。なんでかっていうと、あの、こいつね、爆弾、食べると、ひるむんだけど、あれ？あ、ひるむんだけど、何回も食べさせてると、耐性ついてくるんだよね。そう、最初は1回でいいんだけど、だね、2回目、3回目となるとね、何回も食べさせなきゃいけないんだけど、出たね。はい。食べたね。で、ここで、タメさん切り。1、2、3。でりゃーっつってね。はい。で、もう一回。1、2、3。でーい！だりゃーっつってね。で、食らっちゃうけど、まあ、そこはバンダメージ覚悟。で、今の絶対回避っていう仮技ね。はい。仮技で、武器をしまいながら、大きく回避をします。で、これ、狩猟スタイルは、あの、ギルドスタイルってやつになってる。まあね、ブレイブスタイルとかエリアルスタイルの方がいいんだけど、まあ、難しいと思うから、まずはこのギルドスタイルってやつでね。はい。ギルドスタイルって何って言う人は、ちょっとコメントでください。そこも解説するんで。そしたら、次、地球オータル爆弾。こっちをセットしといて。で、まだ置かない。潜ったら使う。潜ったら使うね。まだこいつ、あ、くそ。当たらないね。来たね。で、出てきたから、切る。はい。で、コロニーして、切る。で、コロニー。あ、かん。立った。で、コロニーして、切る。で、ここでもう一回、タメさんに、あ、握りで、あ、ダメだ、ダメだ。んで、潜った。潜ったら、オータル爆弾。置くでしょ？はい。で、こう走り回ってると、狙ってくるから、くっそ！はめられなかったね。まあいいや。まああれはそのうち使うかもしれんか。はい。あ、逃げろ！うわあ！はい、コロリ。で、武器しまう、はい。危ないと思ったらすぐ武器しまう。逃げたいと思ったら。ね。どうしようかな。来る。逃げた？いる。あ、やばい。あかん。ブレス来る。あのブレスが来る、撃てれると、そう、タラッ爆弾破壊されちゃうんだよね。はい。で、逃げる。で、ぐるぐる回るから。で、切ったらすぐコロリンね。すぐコロリンで、武器しまう。この動きはね、すごい基本だから。切ったらコロリン。で、武器しまう。で、また走って、あ、くそ。やろてね。あ、オート爆弾があるな。オート爆弾があるな。地球オート爆弾がある。そう、オート爆弾持ってこればよかったね、と思ったけどね。そう。これ、あるかも。地中に潜った時に、これね、オート爆弾こうやって投げてあげると、ここだよって。ほら、これ来るから、そう。で、爆発するんだよね。爆発するから、ここでね、釣りができるんだって。A ボタンを押すと、ルアー投げて、こうやって、ピーして釣りができるんだって。うおーつって、X ボタンを、こう連打してあげると、こう釣り上げれる。はい。これめちゃめちゃ隙が出るから、こう、お腹とか前足に向かって、タメさん切りを当てる。1、2、3。はい。で、もう一回。1、2、3。でーいつって、で、さらに、もう一発。で、こっから地、地昇山。あー地昇山、はい、外しましたね。自称弾ちょっと外した。かっこよく出たかったよね。で、次も石油オータル爆弾ね。これまあ、まあこうやって暴れてるときはね、あの、逃げ回ってりゃいいからね、はい。こいつの正面来るとね、あの、普通にやられちゃうから。後ろもなんか砂をね、バーンって吐き出してくるから、よくない。なるべく顔の横だね。顔の横を狙う感じね。はい、これ逃げ回ってるから、こうやって。うん。勝手にあいつ疲れて、あの、動かなくなるから。うわ
そう、これ真ん中ね、こう真ん中の海破壊されるとね、こうアリ地獄みたいになるからね。ここだと、爆弾置けないんだよね。もうそういう時は、もうこの辺に出る。あ、逃げた。生きてる。うわ、逃げてないな。ちょっと時間経つと逃げるかもしれないから、その逃げる待機の、逃げる時も、一旦潜るからさ。あ、こいつ逃げるな。逃げたと思ったら、まあ、砥石で武器取りとくでしょ。キラーで撃っちゃうからね。よし。よし。じゃあ、第2ラウンドと行こうかね。はい。で、まあ、もう逃げ待ってれ。逃げ待ってれね。無理に攻撃していっても、返り力あるからね。はい。あ、今ならこういっちゃう。あ、ダメだ。あ、ダメ。もうこうなるんだよね。うわぁ、そう、一回くれ始めると、そう、相手のペースに乗せられちゃうから。まあ、あからさまの隙が出るまでは、はい。まあ、逃げ待ってればいい。うわべ、あ、くそ。にゃあ強いぜ。めちゃくちゃ強いぜ、こいつ。あ、潜る？潜らない？潜るか潜んなかわかんないね、こいつね。え？潜った？潜ってないね。お、なんか、はい、休憩中みたいね。休憩中は、休憩中はこうやって切ってやる。はい、当たったね。カメさんに。で、コロリンして、はい、武器しまう。もうこれが基本。これこの動きは他の武器でも、ずっと使えるから、ずっと覚えた方がいい。切って、もう一発切ってコロリみたいな。あ、もう一回切った。生きる。今生きるときは言ってもいいけど、まあ大体いけないことが多い、うん。さっきね、こいつ疲労状態。なんか、口からさ、なんか唾みたいなのが出てるんじゃん、夜空みたいなのが。そう。あれ疲れてるでしょ。疲れてるときは動きが鈍くなる。動きが鈍くなって、なんか攻撃のパターンも、もうなんか、あんまり激しくないから、結構攻撃のチャンス。あ、やば。そう、あいつね、結構めちゃめちゃ暴れるんだけど、疲れやすいっていうね。弱点があるね。あ、潜っちゃう。潜らんね。もうここで。疲れてると思った。今がチャンス。で、まあ、溜め切りが間に合わないときはもうすぐに振っちゃう。はい。で、武器しまって。あ、ダメだよ、ちょっと。こう、隅っこで戦うとさ、エリア移動しちゃうよね。壁際とか隅っこでね、戦わないと、エリア移動しちゃったりとか、壁際ではめられたりするからさ、なるべく広い中心部分で戦う。マップのね。当たった。んで、あ、やば。どこにいる？いた。オッケー。ほんで、どうする？うわー、逃げろ！もういった。危ない。で、スタミナを切らさないように、はい、上手に調整して動き回りましょうね。はい。よし、一発来た。で、コロリンで逃げる。はい。で、あ、潜ったね。で、子宮用タル爆弾つける。よしよ。はい。オッケー、食べた。食べたね。で、多分、あれだから、食べたけど爆発はしないね、まだ。耐性がついてるね。あ、疲れてる系？あ、ダメだ！ブレスが来る！逃げろ！これに食らうとやばい。ブレスは絶対ダメ。受けたら。めちゃめちゃダメージ食らう。で、あれ食らうと水やられみたいなやつになって、スタミナの減りが早くなっちゃうから、スタミナが減りが早くなって、で、回復も遅くなるから、あんまり受けないようにしよう。あ、逃げた。逃げたか。あ、逃げてない。出てきた。そう。んで、はい、ちょっと、あ、ダメだ、間に合わない。ミスった。はい、で、後ろに回ってりゃ、ここだったら当たるよね。いっけ。よし、いい感じ。コロリにして、武器しまいます。あ、これで耐熱効果系だから、ちょっと、どこにいる？敵の位置を確認して、大丈夫そうだったら、こう、クーラードリンク飲むんですね。はい、こういうところね。結構食らってんな。今のうち、高級薬。これも一緒に食べとこうね。OK。
あ、こいつ移動するな、多分。逃げるね。逃がさんぞ、おい。逃がさんでな、食べるぼっかさんよ、おい。んで、来るね。あ、ちょっと武器取りとこう。ね。はい。あ、来る来る来る、逃げろ。で、こういう時はもう絶対回避。うん。間に合わないと思ったら、絶対回避ね。ポータル爆弾。これセットしとくけどね。で、ここで、一発切れるね。よし。が、後ろに回ると、回遊地に合うから、まあ、すぐ帰ってね。う、やばいぜ。あの、恐竜さん邪魔だぜ。う、なんか来る。来なかった。よし。あー。そう。なんか近づいて、もう、ちょっとすぐには。あ、ここで地上弾出るな。いっけー、だりゃーっつってね。はい。まだまだね、この武器の威力が低いのでね。武器の威力が低いから、こう、仮技でね、なんとか、ダメージを稼いでいくっていう作戦ね。あの、上手くなってくるとね、普通に武器で殴ってる方が強いから、あの、仮技より。仮の結構これ隙がでかいからね。あんまり使わない人増えてくるんだけど。まあ、序盤はこういう仮技っていうね、地上弾、必殺技みたいなのがあるから。これうまく当ててダメージ稼いでいくってのもありだよね、はい、よし。ちょっと疲れてんねまたね、これね。休憩中だね、この人ね。こんな休憩してる暇なんかないぞな、パブルポッカさんよ、ね、あ、こっち向けよ、おい。こっち向けよ、おい。どっち向いてんだよ、おらてめえ、おい。あ、こっちちょうどいいね。こお腹が弱点だからね。お腹がやす、あの、柔らかいからね。うわ、これなんかちょっとよくわかんないけど、こういうところで潜り込めたときは、切りまくるね。はい。うわぁ、そう、今これね、後ろに回ると、こう砂をバーって出してくるから、はい。体の中に溜まった砂をね、あの、吹き出してくるから、これ当たると、あ、大丈夫だったな。そんなに、まぁ、ちょっと強いけど、はい。あまり受けすぎないようにお願いしますね。んで、こいつあれだね、全然潜ってこないね。んで、携帯食料。あ、なんだろう。なんかエラが出てたね。休憩中だったね。あ、潜る？潜らない。なかなか潜りませんね、この人ね。はい。あ、疲れてる系かな？疲れてる感じだね。疲れてるか。休憩中だね。すぐ休憩するね、この人ね。はい。おい。休憩中だけど、まあ、なんとかもがいてる感じ。1,2,3 と。はい。でりゃーっつってね。で、ここでさらに地上弾打てるか。いけるね。いけ。ちょっと、あ、ちょっと。ミスった。ボタンミスった。ちなみにこれ操作タイプはね、操作タイプ3ってやつでやってるんだけど、操作タイプ1でもいいけどね。慣れないうちは1でもいいし。慣れてきたら3がおすすめ。こうやってね、この敵の方向を変えて毎回向き直すことができるっていうのと、あと仮技も好きな方向に向いた状態で打てるから、使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、はい。まあわかんないよ、操作タイプわかんないよってあったら、人はちょっと、コメントでください。何操作タイプって言ったね。はい。ちょっと疲れてるんだ、こいつね。はい。で、こっち長男貼っておくかね。でれやー、これね、あの、こいつね、お顔も、口の中も弱点だから、はい。あ、しまった。爆弾持っちゃった。爆弾持っちゃったよ。まあいいや。ちょっと全然、あれだね。うわ。でね、さっきね、後ろに回ると危ないよって言っといてね、普通に、やられちゃうって。あれ、逃げた？逃げてない。やばい。武器をしまうタイミングを逃した。で、置いちゃったから、ちょっとここにおびき寄せたいな。来る、食べる食べる。もう食べた。食べたね。次で爆発するかな、やられそう。次飲んで、OK。あ、ダメだね。まだちょっと爆弾足りないね。なんかガソゴソやってんの、あいつ。どうする？うん、疲れてないね。ちょっと元気を取り戻してみたい。元気やん。どうしたん？調子いいやん、バブルボッカさんよ、ね。どうしたん？ね。この俺に駆られに来たっていうね。はい。
どうする？こっち向きた。こっち向かんでいいって。さっきこっち向けとか言っとったのにね。ね。あ、待ってよ。ペイントボールが切れてるね。ペイントボール切れたら、塗ってちゃんとペイントボール付け直して、はい。どこに逃げた後、どこに逃げたか分かりやすいように。しようね。んで、泳いでるね。スイスイ泳いでるね。あ、来る。やばい。逃げろ。コロリンして、ノートをね、向きをしまう。あ、また逃げたね。で、追っかけるね。待てーっつってね。あ、武器研ぐの忘れた。武器研ぐの忘れた。武器研ぐね。はい。武器研いで。で、オータル爆弾1個あるな。1個あるから、次潜った時またチャンスを狙おう。うん。これもね、怒り状態っていうのかな、これ。怒ったぞーっていう感じになってるから。もうこの時はもう素直に逃げまくった方がいい。逃げまくった方がいい。どうせ、逃げまう。あ、くそ。逃げまう。ああ。これ一回食らい出すと、何回でもダメージ食らっちゃうから。なぜかあいつのペースに乗らないように。あ、しょっと。イェイ。あ、潜った？潜ってない。半分出してる時はね、まだ潜ってないからね。全部潜ったらチャンス。穴を掘る攻撃ね。いやっ！あ、来た。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、しまった。今、ルアーのさ、出たよね。出るかな？あ、出る、出る、出る。オッケー。あ、嘘、遅かった。遅かったわ。遅かったね。今の初めて見たな、俺。普通にダウンの時にも、ルアーが出るんだね。まあ、いいや。うわぁ、来る。よし。で、一発当てる。で、コロリンで、しまう。体験はね、この、抜刀斬りって言うんだけど、これしてるだけでも強いから、まあ無理せず、一発当てたら無理せず、逃げていい。ちょっと待てよ。よし。で、オットバックだ。あ、逃げた？逃げちゃった。爆弾が一個無駄になったね。まあ、あるあるだよ、あるある。あるあるだよ、大丈夫だよ。まだね、いっぱいあるから。ここで、ほんとね、ここ、調合ね。アイテムポーチョン下にあるから、オータルと爆弾で、調合できるからね。はい。成功。成功。成功。はい。これで3つ作れたから。うまいことやろうか。そんで、で、携帯食料ももうなくなっちゃったから、食べ尽くしたからね。ね。一回キャンプ戻るでしょう。3番に行く前に。で、これキャンプで A ボタン押すとね、ベッドで。これ寝れるから。これ寝ると体力回復するでね。回復薬使うのももったいないから。これ少し休憩。ね。で、武器研ぐでしょ。スタミナももうないから、ここで肉焼こうかね。はい。うん。ああ、生焼き肉でしたー、みたいな。もう一回焼こう、もう一回。こんな感じね。はい。上手に焼けましたーってことで、これ食べるとね。もぐ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 って食べると、スタミナがマックスまで戻るんで。こんな感じで。はい。準備もできたことで、行きましょうか。第2ラウンド。第3ラウンドか。第3ラウンド、さっき第2ラウンドって言ったもんね。あ、移動した。ね、こうしてる間に移動してんだよね、あいつね。本当に。ペイントボールつけとかないと、こうやって、あっちこっちあいつ移動するからさ、こっちがなんかやってる間に。
絶対いるね。迷子になっちゃうから。どこだよーみたいな。パブルポッカ先輩、どちらにいらっしゃいますかーってなっちゃうからね。で、クーラードリンクが残り2個。なんとかなるっしょ。1個食べると、1個の、クーラードリンク1個飲むとね、5分ぐらいは持つから。ってことは、あと15分ぐらい使えるってことだよね。さすがに15分あれで勝てるでしょ。どこにいるの？どっかにかかる。あ、いた。いたね。いたね。ちょっとここ置いとこうかね。あ、しまった。出てきちゃった。あ、しまった。あ、しまった。しまった。わり地獄うざ。わり地獄に持ってかれたわしを。一旦ちょっと逃げよう。せっかく垂れ爆弾置いたで、もったいないよね。食べてくれんかな。おいしい垂れ爆弾あるよみたいなさ。ここでぶった切ってもいいな。くそ。こっちだよ。あ、来るね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 。オッケー。食べた。よし。爆発するかな。爆発した。オッケー。で、ここで爆発したところに、これ。ルアーを投げて、A ボタンに投げれるからね、表示入れたら。で、フィーシュってやっとんの。ほらー、釣り上げたら、オッケー。お腹が出てくるから、ここを切ってあげる。食べさん切る。でーっつってね。はい、もう一回。ダンカント、運河のタッチ、チェストーっつってね。で、狩矢座も溜まったから、ここで、地上弾、さらに撃つみたいなね。オッケー。で、はい、でっかい。絶対回避で移動みたいな。もうさすがに倒せるっしょ。だいぶ弱ってきたんじゃない？まだか。どこにいる？あ、逃げた。逃げたね。あ、こんなに早く逃げるってことはもうだいぶ相当弱ってるね。相当弱ってる。で、これ地図で言うと3番にいるんだけど、多分ね、これ寝てるね。おねんねしてる。休憩っつって。もうすぐ休憩すんでな。本当に。あいつすぐ休憩行くよ、みたいなさ。ちゃんと仕事しろよ、みたいなさ。まあね、すぐ休憩に行っちゃうね、人とかね、仕事でいると思いますけど。まあ、そういう人はね、まあ、深く考えてもね、こっちがね、イライラしちゃうだけなんで、まあ、あまり。まあ、それくらいの能力の人なんだな、ってことで。はい。まあね、多めに見といてあげると、はい、こっちもムカつかなくて済むんじゃないかなと。はい。んで、あ、寝てるね、やっぱね。だいぶ弱ってるね。で、こう、頭に向かって、こう、タメさん切られでやると、大ダメージ入るね。もう一回。あ、逃げるね。逃げるわけじゃない。はい、ちょっとこいつね、寝起き 寝てるところを起こされてちょっとびっくりしてるんだけど、はい、びっくりしてるところなんだけど、はい、ちょっと動きが鈍いよね。はい、まだちょっと寝ぼけてる最中かなと。ダメだ、届かない、ジャンプ切りが。ジャンプ切りをこう狙うと、狙えない。ちょっと、あ、いかん、逃げろ。あ、お、すごっ、知らんかった。こんなとこ掴まれるんだ。 面白いね。いいね。モンスターハンターにやればやるほどね、やるほどね、新たな発見があっていいっすよね。あれか、当たらん。今お疲れの様子ですね。はい、カツカレーでしたみたいなね。はい、カツカレーでーすみたいな。はい、オッケー。はい、こんな感じにぶっ倒します。はい。ザコメが。生意気なやつだったぜ。んで、まあ、剥ぎ取りますよね。鮮やかな大気。なんていうんだ。なんとか口竜ね。はい。潜り口竜の顔かな。多分違う。ね、気持ち悪いんだよね。これね。はい。はい、こんな感じで。はい、ぶっ殺しましたね。
何分かかったかな、残り時間が25分だいたい25分ぐらいで、はい、粘れば勝てますよっていうことでした。アイテムもそんなに使ってなかったよね。アイテムもだいぶ余ったね。うん、まあ作戦勝ちっすわ、こっちのね。はい、まあこれで、はい、なんとかモンスターハンターね、進める、ストーリー進めるね、はい、参考になればいいかなと思います。またなんかこいつ強くて倒せんわってやりましたら、またコメントかなんかで教えてください。まあこうしたらもっと早く倒せるよってのもあったら教えてくれてもいいかなそんな感じです。じゃあね、またバイバーイ、カツカレーです